2008年7月13日、6時、10分です、今日からエナコースになります、ここは何だったっけ、大田峠、ここから、根部総岳まで約、2キロぐらいだったかな足慣らしで、挑戦です、実は来週富士登山に行きますので、その足慣らしで、今日の挑戦ということです、東海自然歩道の、挑戦は実はまだ、秋からと決めていたんですけどね。右のコースも、立派な、道標があります。へびそ岳まで 2.2 1時間ですね。足慣らしにはちょうどいいです。でもここから急にすごい坂がつながってます。あ、本当だ。根岸岳だけへ向かってひたすら、杉の中の道が続きます、でも道はしっかりしとって、分かりやすいし、そうまだ苦しくないです。先ほどそう苦しくないと言いましたけど、ここから、木の階段の、急な斜面になってきました。これから苦しいんでしょうね。出発して約15分です。ここの木の階段も、わずかなもんでしたちょっと息が切れただけでした。ちょっと長い休憩、階段、上りがありました。ちょっとバテ気味ですね。休憩所、ちょっと、休止です。あと頂上までは何キロだ、あと 0.9、ちょっと頑張る。休憩してから頑張ります。なんかそこに小屋が見えました。きっとあれが山頂なんでしょうね。あと30メートル。7時15分、コースタイム通り1時間で、なんだ、エビソ岳にの山頂です。先ほども言いましたけど、富士登山の準備で、来たわけですけど、富士の8合目まではこの5倍ぐらい偉いんでしょうね。準備というよりか不安が増したけど、なかなか眺めいいです。山、また山ばっかりです。近くで写真撮っていくか。